たっぷりいたぶってやるぜ。見つけたわ。レイチェル。誰？アリシア様。レイチェル。あなたは。アリシア様、この女は悪名高い盗賊です。私たちに何の用ですか、エイダ。私がそんなに有名だとは知らなかったね。ヘルツォーク、アリシアが黒き森の館へ逃げ込んだそうな。魔人が封じられているという館ですな。恐れているのですかな。魔人の烙印を持つというアリシアが館に魔人に近づくの。勇ましいの。魔人など恐るるに足らぬか。
だがグレインズがハリシアの後ろ盾である以上、さすがのヘルツォーク殿でも簡単には王女を殺せまい。一人ではな。フィネガンはおらぬか。お呼びでしょうか、ヘルツォーク様。また貴様に働いてもらわねばならぬ。何なりと。相手は小娘。やるのは簡単だ。いいか、誰がやっても賞金は山分けだぞ。ただ噂では魔人の手下がいて、恐ろしい方法で殺されるとか。怖いならとっとと帰るんだな。やるよ、俺もやる。いくら魔人の手下とはいえ、お前の力にはかなうまい。アリシア様には指一本触れさせませんよ。はあ、襲うつもりなんてないよ。そんなことより酷な術だね。初めて見せてもらったよ。簡単に人を殺しちまうんだな。ねえお姫様。私はさあ、何を企んでるのか知りませんが、勝手な真似はしないでください。私はどうすれば。あいつが魔人の手下？長引かせたくないものだな。俺の筋肉美を堪能しな。
か。さっさと終わらせるぜ。